どうしたのお前、地震？人生終わった。地震？はい、それでは皆さんこんにちは。はい、本日は皆さん僕一人スタートということで、イペック A ですから皆さんにご報告がございます。はい、なんと僕彼女ができました。おめでとう。めっちゃラブラブですよ。皆さん、今から僕の新しい彼女をご紹介します。おいで。ちょっとシャイなの。ねえ、おいでよ。ほら、皆さんに紹介したいの。おい、ちょっと。ねえ、来てよ。いいでしょ。ほら、初公開だって、イペックエニスの彼女だぞ。いいから来いよ。はい、皆さん、僕の彼女です。どう？似てますか？エネコでございます。皆さん、よろしくお願いします。いや、可愛いですね。ちょっと髪の毛はないんですけど、まあ、人間は見た目じゃないと。はい、僕はこの子の内面が好きになってお付き合いすることになりました。はい、冗談を置いといて、本日はこの美人なエノコを使って兄にドッキリを仕掛けていこうと思います。どうですか皆さん、結構の美人じゃないですか。いや、冗談を置いといて、普通に美人じゃないですか。ちゃんとメイクもされてるんですよ。はい、これ Amazon でちょっと買い求めたんですけど、すごくないですか。はい、本日こちらを僕は幽霊にしちゃおうと思います。どのようにやるのかというと、じゃじゃーん、貞子の髪の毛でございます。はい、この貞子の髪の毛をエネコの頭にかぶせたらどうなる。はい、立派な幽霊の、女性の幽霊の出来上がりでございます。本日はこれで何をするのかというと、兄の心臓を飛び出させていこうと思います。ってことで、まずは逆、自分にしか見えない幽霊がベランダにいたら兄はどうするのか、よく幽霊ドッキリでございます。はい、皆さん、本日は僕には見えない幽霊が兄に見えちゃうドッキリでございます。どのようにやるのかというとですね、兄は今お風呂に入っております。ちょっと今さ、視界に入ってきたんだけど、マジで怖いわ。はい、ちょっとこれガチで怖い。ちょっと待って、もうちょっと後ろで、ガチで怖い。ちょっとさ、視界に入ってくるのよ。いや、なんか見られてる感じで、待って、ガチで怖いのでちょっと隠します。はい、本日はですね、こちらの幽霊をベランダの椅子の上に置きます。で、兄が今お風呂に入っているんですけど、兄が帰ってきてここでね、編集など打ち合わせを一緒にするんですよ。その時にきっと兄はベランダに置いてあるこのね、頭に気づくと思うんですよ。で、それでびっくりするじゃないですか。エネス見て、なんか幽霊みたいなのがいる。で、僕に尋ねてくるんですけど、え、エムレ、何のこと？ベランダには何もないよ、と僕はとぼけます。エムレは、え、これってまさか自分にしか見えないの、ついに俺狂ったの、取り憑かれてるの、と発狂するわけなんですよ。本日も兄をちびらせていきますよ。はい、皆さん、いかがでしょうか。いや、怖くないですか皆さん、これガチで怖えな。知ってる自分でも怖いもん。はい、角度を変えて見ていきましょう。うわ、怖っ、これガチ怖いな。やべえな。おーい。あ、エムレ君。何ですか。何ですかじゃない。何やってんの。うるさい。もう飽きたって俺ここ来るの。俺も飽きたってお前の変な声聞くの。おい、入るよ、ロンドン、お前。なんでロードさん、よろどみにしそうよ、ロードさん、ケミジャミンゲームだ、これ、あれに。何ピョン、何のロードだね。ピケケロードだね。あるんだね。あ、じゃね。クリプタコードバック。クリプタコードだ、おつめしたコード。変わんねえよ、お前。おつめしたか、ユニベスト、あんねえ。いや、測ってるよ、あんなら。早く出ろよ、お前。いや、意味わかんないって。ほら、よそ行け。よそ行けじゃない、バカ野郎。編集間に合わないから言ってんだよ。編集間に合うから、今俺頭の中でイメージ編集やってる。マジで3分以内に出なかったら、水道局に電話して水道切ってもらうから。だから3分15秒で行く。早くしろよ。アディショナルタイム1分で4分。ないから、アディショナルタイムなんて。おぉ、シャワーしてくれた。やっと出たか、お前。マジどうしまった、いろんなこと言っちゃったや。お前もう8時半だぞ、お前あと30分で投稿だぞ。いや、もう8時半だ、やっべえ。どうだ。
어, 배우들. 너도 바스 한번 쓰러도 나한테. 나한테 쓰러도. 너도. 너도, 너도. 네? 곧지, 박아! 아니? どうしたのお前、自信？人生終わった。自信？おい、何ペースに？何？ハスタムスマドン、ハスタムス先生。パクセンジ、後ろパクセンジ！ねえ？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 バルコン？おの派手編集だ。編集じゃない、エレス。おのばこくとよすめるわ。おのばんばんめわ。おのびしよきょうだ。人生終わった。おのさちまのばこ。いや、エレス、やっぱ。お前がやったの。怖いって、お前、マジで。何あれ。何。見えるだろ。何言ってんの。カパツミじゃろ、むさびやったの。何これ何言ってんのお前。おどんチェキドルだな。ネギョルズのおどんチェキ。おパスタム先生。何だね。はお、社会のすねば。おどんさん、パスタスのおどん。何これ何言ってんのお前マジ。これこれはお前マジ、病院に見てもらった方がいいよ。エレス、僕がカルバルバク、強そうしてカルバルバク、行くよ。おどん、ゆるぎとおどん、カルバルバクだ。あとおどん、編集や、マジで編集始めるの。編集できなければ練習、カードシュー、カードシューだ。本当に怖いから、分かった。あ、邪魔つけてるんだから、これ片付けて。お前、一回ね、寝た方がいいよ、マジで。一回寝た方がいいよ、やめ、やめろ、やめろ。ほら、見てみ。やっぱエレス、やっぱ。なんもねえよ。お前俺が見えないよ、マジビビった。いや、なんで俺だけ見えんだよお前。同じ仕事量なのになんで俺だけお前幻覚見えんだよ。なんで俺だけ疲れて、なんで俺だけバカみたいな変な女のつらみがきいねえ。エメネ君、エメコです。キモいエメコとか吐きそう。どんなブスだよお前。名前まで出てないけど。はい、皆さん、これは昨日の動画でした。ユウジです。いや、本日の皆さん、こちらありがとうございました。うん、まあ言ってらんねえから、マジ気持ち悪いから。しかも窓開けすぎ、見て、虫入ってるから見て。実は俺、もう一個置いてたんだ、あれ。あの横にもう一個見える。なんもねえ。え、なんもない。いや、俺置いたって、ほら、そこに見えるでしょ。見えねえよ。いやいや、置いたって。このツロだけしか見えねえよ、俺は。いや、そこにももう一体いる。いや、もう、お前、興味あるから、見られて。やっべ、今度は俺にしか見えないってこと。見えねえよ、そんなもん。嘘つきだ、嘘つきだ。いるっちゃん、お前、今度は男だよ、お前。男、バカだれ、お前、男、お前、何言うざけるな、お前、女の子がまだ可愛いしさ、バカバカできるけど、お前、男だったら、お前、俺たち食われちゃう。てか、ああ、俺見えた、見えた、見えた。あねえ。ガツだんだん増えてるよお前。バカだれお前。4体まで増えた。お前なんでお前増えてんだよ。オッケーだお前。ガチで俺ら取り憑かれたことになった。逃げろ逃げろ逃げろ。お前みんなには言うなよマジで。みんな言わなきゃ。カメラどこに隠したお前今日。やべ、俺隠しカメラまだ切ってない。だからどこに隠した今日お前カメラ。だからそこら辺だってお前いいだろお前どうでも。早く家ぶっ壊すからお前上がる前にどこ。いいから俺がぶっ壊すからお前に隠しカメラの場所教えられるわけねえだろお前。今日が早いんだよお前これ。人形が早く言え。お前これ幽霊炎上だから。幽霊炎上だよ。